どうもこんにちは、フレッチです。今回も、三国志13やっていきたいと思います。さあ、初めてのね、君主プレイでかなりね、失敗が多いですね。とりあえず侵略するのやめるか。明暗承知いたした。訓練で上げて勝てる相手のみを全力で叩くみたいな作戦が一番いいんじゃないかな。金がないな。失礼いたします。よかろう。まあ三勢力というか三条持ってるんで、まあこの都市をじっくり育てればね。てか前回倍の兵で曹操軍に負けるっていうね、失態も犯したし、とりあえず訓練だ。訓練をしよう。このような結果となります。あれだなね、表情を開いて訓練するようにみんなに言い伝えさせれば。よかろう。よろしいでしょうか。よかろう。さあ、命からがらね、逃げはしたんですけど、まあまあだな。ちょっとまずいかなっていう、ちょっと曹操軍強いかなっていうね。よかろう。まあ、曹操軍逆に言うと武将が多いんでね、この武将の差っていうのがやっぱあるんですよね。報告いたします。当然ですけど。ありがとうございます。加工園加工豚天意だけでももう我が軍ではもう手に負えないほど強いんで。報告します。よかる。じゃあ方天撃を宝珠にあげるとかして、我が軍をねそこから強くしていくしかないかな。明暗かしこまりました。で、あ、こういう死んだ。いや、領主がついだと。龍炎死んだ。龍将がついだ。龍府。じゃあここ攻めようか。だから前回もここ攻めようとしたからね、攻めよう。巨長がいるし、このようになり申した。比較的いいでしょう。なんか増えてね、なんか武将増えてよね。長がいい。あ、こっちに来たんだ。勝手に武将増えられるとね、知らないというかね。歓迎の印だよ。お前宝好きなの。酒だろ、どうせ。酒だ、酒。感謝するぜ。こいつが曹操の父を殺したやつか。長がいる、確か。書いてあるだろ。ああ、やっぱり殺した人ですね。まあ、あいつが曹操に会えば、生きて帰ることはないでしょうね。うわ、朝鮮人参だ。高いが欲しくなるっていうね。あ、曹操軍は前将と同盟してるか。当然だね。あー、関羽袁紹がでかくなるからね、どんどん国を大きくしたいんだよな。3人ここ10人いるんだな。じゃ移動させようか。で5人あと1人送る。領か、領用か、領用送って、かしこまった。人数は均等に割り振っておかないとな。ん？ここ大将いないの？死んだ？死んだのか、移動したのかか。元が誰か分かんないからね。報告を預かっております。いや、もともと後世が務めてたはずなんだけどね。あ、後世無欲じゃねえ、後世無視か。ですかね。これが一番いいな。
忠誠が季節ごとに上がるんで、あ、朝鮮もそうなんだ。まあ順位区を軍師にしようか。報告を扱っております。陳旧は、まあ、それはいらないです。報告にござる。よかる。さあ攻めるか。軽くいけるでしょう。兵器は1個あればいいんじゃないかな。必ずや勝ってまいりまする。さあ必ず勝つんだ。ありがとうございます。引いて出てくると。多分ですが勝てるよね。提案いたします。左炎症がかなりでかくなる前に、我らはね劉備軍ほどは倒しておきたいな。勝てないか。呂布も出ないと無理か。報告を扱っております。当然だ。城に3万人いるからな。倒せば倒すほど湧いてくるっていうね。報告します。あいつならできそう。よかろう。成功しないよね。あ、ほどこん。あ、増えてる。牧羊か。失礼いたす。いや、農地には精通してないですけど。要件を伺いまする。いいね、ほどこん。何が好きなんだ。酒、三角ってことは好きなんだろう。光栄に存ずる。よし。艦外も増えれば、我が軍は、またね、武将系が増えますね。あ、成功した。どこに行くんだ。ここか。よし。来たらすぐ酒やろう。なんだおめえか。呂布に対してその口とは。関戸場譲ろう。ミスった。絶対ミスって今の。関戸場上げちゃったな。すごい行為ですよね。関戸場上げたらそれはね、尋常じゃないだろう。喜びたるやってとこじゃないか。関戸場ってなんだっけ。退却確実に新速レベル1。間違えた。募集するか。そんなに下がんないな。あ、すごい下がった。親近感が。いやーでもこれミスだからな。すごい下がってる。どうしたんだ。貢献とりあえずあげようか。感謝するぜ。マイナス46って大丈夫かな。何かに響かないといいけど、とりあえず自分に与えれるのかな。没収。没収じゃないんだよな。これか。自分に関戸場あげとこう。当然だ。当然ではないけどね。提案いたします。よかる。さあ引き抜きゲーになってきたな。艦外には悪いことしたからね。これはちょっと高価な酒をあげて。どうしたんだ。話せば多分ゼロくらいになるんだろう。でちょっと酒あげようか。
感謝するぜ。よし、ちょろいな。まあ、定期的にね、こういうの買っときゃなんとかなるか。さあ、勝ってるんですけど、もうちょっと攻めるか。ダー援軍が送りたいんですよね。まあまあだな。光栄の至りにございます。いや、足んねえよな。やっぱり武将がいないか。いる？いないよ。ここからさ、ゴズメとしてはいいか。何にもいらないよ。これ戦しない、てか采配しない場合に兵器持たせて意味があるのか。大船に乗ったつもりでいろい。そう、兵糧的な問題があるんで、ここで片付けないとね。後世だよな。後世軍は退却していいぞ。総研はまだまだまだ、もういいか。お任せください。包囲してるし。提案いたします。よかろう。提案いたします。よかろう。落ちろ。廃校落ちろ。さあ、盤石の体勢を築けば攻められなくなるはずなんて。ん？ああ、滅ぼしてくるか。まずは人。牧羊に人が多いから、牧羊から使わせよう。大使はそうだな、陣給でいいや。しかと受けたまわりました。これであいつもね、軍師から解約したことを起こらないだろう。牧羊には角かホドコン、関外らを使わせよう。承知いたした。ここでまあ人数の分配もね、いい感じでしょう。で、引き続き牧羊、おっ、ここで金になるね。よし、任せる。その言葉、敵軍が我が領内に向け出陣しました。どこから？劉備か、あの雑魚め。勝手に出たの足りないだろ、あんだけじゃ。協調に領主、協調は忠誠100かな。いないんだけど、とりあえず領主に名品あげるため移動しよう。行くぞ。よくぞいらっしゃいました。いや、有効度は低いですけどね、申し訳ないけど。この恩義忘れません。これで OK。他にはどうでしょう。巨匠か、巨匠に行こう。リビが集まってから来ると思うんで。行くぞ。まあ待とうか。来たね。総勢5万ほど。援軍を出そう。ご用件を伺いましょう。まずはいろいろあげてね。ありがとうございます。配下っていうところね。
理解させると、しまった、思い出した今思い出した、よくぞ依頼やってたんだ、しまった、まあいいか、はっ、ありがたく。そうです、すれ違いで渡せなかったのを今思い出したな。防衛のために、自動でいいか、弓、いやー無駄に武将連れてかない方がいいか、必ずや勝ってまいりまする。俺もじゃあここに移動だけしとこう。行くぞ。報告を預かっております。どうぞ。報告を預かっております。当然と。報告を預かっております。さあ、両部分結構安定してきて、両駅いいですね。まあまあだな。ノレイキ中性大丈夫？もう捕虜いないのかな？あと龍服だけですかね。こっから出陣しないのかな？そういえば。はっ、早速支度いたしまするぞ。ノレイキが出てきましたね。これは退却もね、指示しないといけないんで、ちゃんと数は見ておかないと。こんな感じか。陳旗危ないな。各艦をまず引かせよう。報告を扱っております。強くない？当然、報告を扱っております。当然だ。負けそうですよ、これ完全に。嘘でしょ。大船に乗ったつもりでいろい。耐えろ、しぶとく。陳旧が持たないかな、このままと。援軍が来た。何なりと、龍福寺くだされ。このままだと、陳旧、後世両方危ないんで、覚悟を引かせて、鎮球勢も両方限界ですよ。お任せください。900800、兵糧切れ。ただ両備軍もそう長く戦えないと思うし、もうちょっと辛抱すれば。よし、終わった。あいつら強えな。かしこまった。龍福ってどこに。お、総兵捕まえてる。行くぞ。総兵か。報告します。よかろう。報告します。よかろう。龍福はどこにいるかな。いてた。それと、なんとかね、しのげましたね。聖女いるか。
さあ、これで指揮兵力量も上がるでしょう。さあ、とりあえずしのいだが、やはり劉備軍は強いか。洛陽を抑えようかな。洛陽って言ったら多分芝居がいそうですよね。抑えたら。とりあえず炎術と隣接してるし、ジョナン抑えようかな。武将はまあ足りてるだろう。俺が行ってやってもいいんだけどね。吉報を持ち帰りますぞ。お任せください。さあ、誰に任せようかな。最初内政内政だと。あいつが旅歴はな、問題か。報告は扱っております。で、人は3人くらいでいいとして、なんでまあ2人移動させようか。どこが多いか。巨匠多いですね。2人移動させるか。もったいないかな。この2人は強いし。報告します。さあ、この都市に曹操軍の人材がいたら天下取れるんですけどね。報告欲しいですよね。よかろう。報告します。よかろう。兵力的には多いし、唯一の問題があるとすれば訓練ですよね。どこ、これ牧羊か。え、牧羊ってさ、金じゃないの。その上があるの。行くぞ。さらに上があるというのか。弓も上げたいな。でも徐々にね、勢力を伸ばしつつありますね。さあ、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。